いや、 やめた方がいいよ、お前、マジ、うん、やめた方がいいよ。いつも俺の撮ってるからさ。俺に食べてるからいいよ。いいよ、俺のやつ、それ。何、はい、はい、俺のだから、はい、はいじゃねえんだよ。へ、えー、はい、うぅー、なってんだ、俺のやつだこれ。はい、うぅー、おー、いえ、俺の、いやもう、おかしい、それするのおかしいから。お前のでだったらわかるけど、うぅー、何これ、うぅー、うぅー、腹立つな、マジで腹立つな。ギャバ食べたい、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 ギャバ食べたい。まだ撮ってるんだけど、まだ撮ってるな。もうええって。おい、いつまで続く俺がこの切れるやつ。何回切れればいいの。でもさ、最近本当に俺ら仲悪いと思ってる人も出てきたよ。怒りすぎて、やりすぎて、今日は怒らないでよ。だから、いや、だから無理だろ。怒らないで、無理だろ、無理だ。編集とかしてもさ、なんか大体赤い文字なんだよ、ね、お前。そう、基本的に激怒だから。激怒、コメントあったの。あの、京平さんとたすきさんと、田尾さん、ふなか説。いや、ふなかってわけじゃないけどさ、京平が怒るからいけないんだろ。知れて食うな、お前。しょうがねえ、知れて食うな。会話中に知れてと。映画のさ、時ポップコーンとかなんか無理にこう食べちゃうじゃん。なあ、それと今一緒。映画でさ、ポップコーンなんでこんな使われてるか知ってる？ちょっとわかんないですけど、他のお菓子だとサク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 めっちゃ食感で、うん、周りの人がうるさくなっちゃう、耳障りになっちゃうでしょ、うん、っていうのと、あとポップコーンってさ、落としてもさ、踏んでもなんかあんまり落としないじゃん、うん、だから映画が邪魔にならないようにポップコーン、アメリカの映画館が、あ、じゃあポップコーンよくねってなって、でそれが主流になったらしい。へ、うん、食うんじゃねえ、さらっと。はい、当たり前のようにね。なんかさ、ウサギの糞みたいじゃない、こう。やめろ、お前。食欲湧かなくない？湧かない。やめた方がいいよ、お前。マジで。毎日やってるじゃん。大丈夫、体、お前、ほんとに。いや、心配だよ、俺、最近。毎日やってっから、俺でも、全部って。ずっと食ってる。しんどそうな顔、やめ。ほんとだよ。食うならうまく食え。そうだ。そうだよ。でもストレスはない、おかげさまで。だよな。ああ、確かに。殴ってみ、俺全然怒んないよ。おお。ああ、おい、いえ、2個目。ちょっと殴られて今ストレス溜まった。ふざけんな。おい、いえ。なんか聞いて、聞いて、聞いて。俺最近食われすぎてさ、絶対3個買うのよ、毎日。絶対食われるから。無駄なのよ、この金。ねえ、絶対1、3個絶対食われるから。意味ないでしょ、これ。そもそもしんどいでしょ、今これ。大喜利じゃないんすか。違いますよ、ん、違いますよ。ギャバ足りないから俺のも買ってきて。なんで買ってくんだ、自分で買え。俺も食べたい、自分で買え。なるほど、そんな時は、お、あげるよ。3個目ありがとう。ついに手出すな、3個目にな。あったぜ。今まで1個しか来なかったけどな、お前ら。じゃあ俺のタツキで大食い対決するから、お前。ザッカメラマン。なんで俺がカメラマンやんだ。カメラマン。早食い対決。なんで俺がカメラマンだよ。早食い対決だ。俺のな、3つとも。やっぱビダー1秒チャージとかあるけどね、このギャバで早食いやった YouTuber って今までいないと思うんで。今日はこちらを使って早食い対決をやる。食ってねえんだよ、俺。見つかって2個しか。おかしいだろ、普通に。なんでやってるカメラマン、俺が。前回の半分ぐらい丸残ってる。なくならない。だろうな。あって、あんだけ食ってんのも一気に。だろうな。あー、しんど。あんまり食ったことなくてね、いわば実は。ちょっと今日は、ちょっと人生経験として、ああ全部いってみる。あ、そうだね。やめろ、お前。マジしんどい。やめろ、お前。俺のギャバだぞ、それ。3つ目だぞ、3つ目。いけるかなー、不安だわー。3つ目だぞ。じゃあ、いけない。できるかなー、俺。オーブ。違う違う違う、できるわけない。できるかなー。あの、カウントダウンやったらカウントダウン。何カウントダウンって。ちょっと俺、頑張るわ、ちょっと。
めちゃめちゃ、お前のために頑張るわ。やめろよ。俺本当は全然やりたくないんだけど。やめろよ。もうお前が見てってから俺もう超頑張る。絶対やめろよ。 OK。 3、2、1。3、2、1、5。やめろって言ってんだ。それはやるでしょ。カウントダウンしたらやるでしょ。やらねえだろ普通。ざけんな。おい、ついに言ったな。しんどいんだよ。やばいでしょ。何して。いや俺もやりたくないんだよ。やめた方がいいよ本当に。俺もやめたほしいよ。こんなん俺だから辛いんだもんこれ。じゃやめ、やめりゃいいじゃん。でもストレス溜まっちゃうよ。だから俺のだし、なんか自分で買えばいいじゃん普通に。よくしれっと食うなお前。マシレット。やばいでしょ。めっちゃ辛そうやん。食うならさ美味しく食ってほしいよ俺は。せめて辛そうなんやめて。せめてせめてさ食うなら。食われるの腹立つけどさ、そら辛そうだマジで。気持ち悪い。やめろお前。お前やめろお前。無理だよお前の食いかけ。気持ち悪い。なるほど。うわ、じゃあ次俺のターンかな。いやお前のターンって。お前2周目はやめたほうがいいよ。 やばいっすよ。やめたほうがいいよ。てかやめろ。てかやめろ。指図すんの。あと俺だから。言ったじゃん前の動画で。言ったじゃんお前に指図されるのが嫌だって。だからなんでそういうこと言うの。俺のだからだよ。でこれ食ってふざけんなって俺嫌だって言ったじゃん。だから、自分で買えばいいじゃん。いやふざけんなって言わないでそれ溜まっちゃうから。なんでお前が主導権握ってんの。おい。なんで置いてったの。まあ、食べて。なんでお前が主導権握ってんの。俺のだからです。ストレスがもう知らねえよお前のストレスなんて。ねえわもう。はいはい終わった。はい3つ買って2個食ってない。どういうことこれ。バカじゃねえの。おいざっけんなマジで。パパ拍手だろうな。はい、ダメだよ。ダメだよ。食ってからには責任持て。責任持って。おかしいだろ普通に。全然食べれない。全然食べない。なんで予備買うのそもそも俺は。だからさ予備買う気ない。もう分かってんだろな食えないの。でももうプレッシャーで。何プレッシャー何言ってんのお前。プレッシャーでもう落ちるでしょ。何言ってんのお前。11月の最初の辺ぐらいから歯医者予約してて、ずっと俺サボって、12月13、14ぐらいでチョコこんだけ食ってん。まあすごいみたい。やめろお前。もう健康害してんじゃんお前。ストレスやめた方がいいよマジで。ストレス溜まってるもんね。ストレス軽症のやつが。歯医者のストレスもすごい。普通のストレスもすごいしね。プレッシャーがすごく。いやだからいいの感じなくて。強兵のプレッシャーがすごくかけてねえんだよ。誰も食えつってんだよこっちは。あごたつきならこれ3個買ったら全部食べるだろうみたいな、そのプレッシャーにねえよ怯えてて食うなっつってんのこっちは。どんな顔してんのお前。どんな顔してんの。ストレスが完全ゼロになった人の顔。言ってるな顔。ストレスゼロだったら行くんだね顔。人ってやばいよお前マジで。やりすぎ、それは。お前はって言うじゃん、コンビニでこれ見つかったのさ、そのくだりやるために買ったじゃん、お前。いや、違うわ。いや、その見つかったの。違う、そのくだりやるだろうなって思った上で見つかったんだよ。2個、1個1個食って、俺1個食えるなと思って。俺だってそれ、3つ目、俺も食うから買ってっつって、でもやっぱいらないから戻しといてっつったのに、お前3つ買うやん。買ったやん。誘ってるやん。誘ってねえよ、お前。ざっけんな、マジで。はい、はいってダメだよ。はいってダメだよ。食ったからね、好きでもで。ちょっと溜まった溜まって。買ってくれば。ざっけんなもん。お前買ってこい。なんで買ってこなきゃいけないんだよ。俺買ったやつ、3つも買って。前もそうだったけどさ、あのモンスターの瓶のやつあったじゃん。あったあったあった。ここに置いたら絶対飲まれるじゃん。飲まれるじゃん。絶対コンビニの帰り道全部一気飲みしてたよね。ああ、してたしてたしてた。してた。だから、飲まれるからもう帰り道で飲むんだよ。ずっと。その時期あったな。あったあった。でも、これは違うじゃん。これはそのリックで行くもんじゃないからね。一気食いしてよ。無理だよ。やだよ。俺らしてんだから大丈夫だよ。やだよ。もう今全然ストレスないないよ。全くない。いやだから一気に行くもんじゃないもんそれ。やだよ。
今日今何してほしい、多分ストレスなすぎて何でも叶えられるわ。いや買ってきてほしい、ギャバ。俺本当に買いに行こうかな、ストレス溜まった今。